お姉ちゃんに似た人、本物のお姉ちゃんだわ。手青いやないか。何してるの、姉ちゃんに似た人。その似た人やめてくれへん。今日からこの温泉で番台のバイトしてんねん。ここ温泉だったんだ。なんだと思ってきたんや。じゃあ私温泉飲んでくる。おい飲んだらあかんで。まさか本当に飲む気じゃないよな。あ、ちょっと待って待てって。僕ですか？お前しかおらんやろ。何普通に女湯入ろうとしてんねん。で、僕女の子だから女湯入るのは普通なのだ。いや、どう見ても男やろ。そんなことないのだ。僕は女の子なのだ。失礼なのだ。じゃあその下半身の膨らみは何やねん。あ、これは何か問題でも。問題しかないわ。でも心は女性なのだ。信じてほしいのだ。だるこいつ、どんだけ女湯入りたいねん。とにかくその下半身に生えてるなら男湯入ってください。下半身になんだって？だからその下半身にチンポ生えてるなら。チン、なんだって？チンポだよ、絶対聞こえてんだろ。あっぽね、実はこれ取り外せんだ。ほら。ほんまか？そんなことありえんのか？これなら入ってもいいのだ。それなら入っていいか？いや、絶対ダメだ。本能にこいつを入れてはいけないと言っている。あれ、どこ行った？よいしょ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 。なんなのこいつ、チークを出してしまってるの？あの入り口で見たら、そらしてるの？お姉ちゃん、すっごい大きいチークがいたよ。次のバイト探そう。